2024年 F1 エミリア・ロマーニャ GP の予選で、マクラーレンのオスカー・ピアストリは2番手、ランド・ノリスは3番手だった。フェルスタッペンのポールポジションタイムとの差は、ピアストリは0.074秒、ノリスは0.091秒だった。ピアストリは Q1 でケビン・マグヌッセン、ハース、オフ必要に妨害したと判断され、サングリッド広角のペナルティを受けた。妨害は、 チームが適切なタイミングでピアストリに対して警告を行わなかったために起きたとスチュワードは述べている。2番グリッドからスタートする予定だったピアストリだが、ペナルティーにより5番グリッドに降格され、代わってノリスが2番グリッドに繰り上がることが決まった。今日のパフォーマンスには本当に満足している。ポールにとても近いタイムを出すことができたんだ。昨日走り出した時から、 マシーンをとてても快適に感じていたこのグランプリを走るのは初めてだけどエンジョイしているよ週末を通してペースを発揮してきたし大きな自信を持っているフロントローを失い5番グリッドからスタートしなければならなくなり残念だここはオーバーテイクが簡単なトラックではないからねでもポジションを取り戻し表彰台争いをするためにベストを尽くすよ 僕たちチームにとってとても良い日になった。今週末はここまで順調だ。予選3番手というのは悪い仕事ではない。二人ともホールタイムから0.1秒以内の僅差につけることができたんだ。オスカーは素晴らしい仕事をしたし、マックスもそうだ。明日は良いレースになるだろう。ドライバーにとってエキサイティングなレースになると同時に、観客にとってもエキサイティングになるといいね 重要なのは1周目のターン1までをうまく乗り切ること正しい戦略を選ぶことそしてピットストップをうまく決めることだトップにかなり近づいた明日が待ちきれなくてワクワクするよ。